チャンネル始まるよ。としあけキュープ。くぼみに賛否中国製。はい、こんにちは。今日ご紹介する商品は PVA 吸水スポンジくぼみに賛否中国製です。置いてもね、可愛い雲型してます。ちょっとした水滴をすっきり拭き取り、あとこぼしたものをシンク周りのシンク周りのね、水垢やカビ予防に、こう目印、あの写真のこれ、ここか、写真のイラストはイメージです。じゃあ詳細見てみましょう。よいよい、シャッケーキュー。ございます。品名 PVA 吸水スポンジくぼみに 3P 中国製、品番1578、サイズ約 3.5 センチ、かける5.5センチ、かける厚み2センチです。材質 PVA、耐熱温度60度です。ご使用方法1、ご使用になる前に水かぬるま湯で、2から3回洗ってから、絞ってください。2、本品をゆっくり滑らせて水滴や結露を拭き取ります。3、本品に、水が水分が本品に水分が溜まって吸水しなくなった場合は、絞ると吸水力が回復しますので、拭く絞るを繰り返してください。じゃあ実践見てみましょう。いよいよい、シャッケーキュープ。はい、実践です。 PVA 吸水スポンジくぼみに 3P 中国製使いたいと思います。グレーですね。この開けるとこ、もう開けるとこがない。下から一応開けますけど、削らんよ。ハサミで切りましょう。歯ぐき痛い。3個入ってますね。1個取ります。そしてこう水、こんな感じで吸い取ります。滑らすようにして吸い取るって感じですね。って書いてありました。はい、この通り絞ります。はい、吸水して絞って、吸水して絞っての繰り返しです。これもね、ちょっとした水滴、ちょっとしたこぼした時ね、ジュースとかも吸い取ってください。じゃあこれも読んで、よいよいエンディングです。シャケキュー。会社 PVA 吸水スポンジくぼみに 3P 中国製、ちょっとした、ね、水滴、窓の、ね、結露や結露の水滴取るのにもよし、シンク周りの、ね、水滴取るのもよし。これ3個入りなんで、でもちっちゃいからそんなに吸収できないんですけど、まあ絞って水を吸収して、絞って吸収しての繰り返しですね。じゃあちょっとシンク前にやりましたけど、水滴は確かに取れます。じゃあこれも良いんで、良い良い、グッド評価、バッド評価、グッドバッド、コメントお待ちします。チャンネル登録、こちらいつもありがとうございます。過去の動画こちら貼っておきます。よろしくお願いします。じゃあ課金ダブル、カッコ笑い、小沢キシャクマン、バイバイキングアドクインキン、確認地区安いぜ、風邪コロナに気をつけて、手洗い、
うがい温かいか、こして時間を見てください。シャキキュー。